僕が入った時はもうすでに強かったんですよね、はい、95年古田さん中心で、はい、やっぱり古田さんがいなかったら多分他にもタレントはたくさんいたと思うんですけど、うん、多分あそこまで強くなってないと思うんですよ、はい、多分めちゃくちゃ厳しいですよ。僕が厳しい厳しいってよく言われるんですけど、はい、僕なんか非じゃないですから。本当ね、勝負に対するその厳しさっていうのは、守備固めの選手が出てきて、外野手でね、取るか取らへんかみたいな僅差で出てきて、で違う人に譲ったわけですよ、その選手が。若い選手なんですけど、守備固めで出てきたのに最後自分で取りに行かずにちょっと譲ったんですよね。でまあアウトで試合終了だったんですけど、ハイタッチしてる時にその選手に、お前守備固めで出てきた、お前そこで逃げるってどういうことだよ、俺ぶつかってお前が取るんだよって言って、勝ってんのに、おー勝ってる、おー怒ってる怒ってるみたいな